エクサクタマウントレンズの一覧は、イハゲーのキネエクサクタに始まるエクサクタシリーズ、東京工学のトップコン R シリーズ、マミアのプリズマットシリーズが採用した、いわゆるエクサクタマウントのレンズの一覧である、アンジェニューが製造したレンズ、アルコ写真工業が製造したレンズ、ブランドはコリナー、ブランドはタッカー、アストラー、キャノンが製造したレンズ、ブランドはキャノン、 カールサイスが製造したレンズ。カールサイスのレンズ製品一覧。ビオター、ビオゴン、パンコラー、ゾナー、テッサーも参照のこと。コーフィールドが製造したレンズ。ブランドは、ルマックス。エミール・ブッシュが製造したレンズ。キルフィットが製造したレンズ。ブランドは、キラー。キルフィットマクロキラー E40 メートル MF3.5。フランスの工学会社キノプティックが製造したレンズ。 コーアが製造したレンズ。ブランドは、プロミナー、オールドデルフトが製造したレンズ。ブランドは、ミノール、デルファー、デルカ、オリンパスが製造したレンズ。ブランドは、随行、ローデンシュトックの製造したレンズ。マミヤ後期が自社製。プリズマット CLP、プリズマット NP などのために製造したレンズ。ブランドは、セコール。初期の試作品には、プリセット絞りのレンズが用意された。 市販品は、レンズのレバーを撮影の都度セットし、シャッターを切ると同時に絞り込まれるタイプとなった。これらのレインズは、エクサクタマウントではあるが、マウントのロックピンが太く他のエクサクタマウントのカメラには、使用困難である。メイヤーが製造したレンズ。ブランドは、ヘリオプラン、ドミプラン、プリモプラン、トリオプラン、メゴール。日本工学工業が製造したレンズ。ブランドは、ニッコール。 三強後機が製造したレンズ。ブランドは、コムラー及び、コムラノンドイツ、ウルムのメーカー、シャハトが製造したレンズ。ブランドは、トラベゴン、トラベナー、ベルチオ工学機械社が製造したレンズ。ブランドは、オロール、フロール、シュナイダークロイツナッハが製造したレンズ。ブランドは、クルタゴン、イソゴン、クセノン、クセナー。ドイツ、ミュンヘンのメーカー。 オプティッシュエルケ CA シ,シュタインハイルが製造したレンズ。ブランドは、キナロン、クルミゴン、カッサー、カッサロン、カッサリット。マウント交換可能なアダプトオリにシステムに、エクサクタマウントがあった。詳細は、タムロンアダプトオリにマウントを参照東京工学が、自社製トップコン R シリーズ用に製造したレンズ。ブランドは、トップコール。R トップコールは、プリセット絞り。オートトップコールは、 レバーで絞り開放にすれば、シャッターに連動して絞り込まれる自動プリセット絞り、トップコン R と同時に1957年発売された、カイオートトップコールは、オートトップコールを完全自動絞りにし、ヘリコイドリングをゴム巻きとしたレンズ、ゴム巻きピントリングを装備した最初期のレンズの一つとされる、絞りリングの向きは、後任の RE オートトップコールと逆であり、 トップコン RE スーパーでは絞り込み速攻となるため東京工学はトップコン RE スーパー発売当初優勝で絞りリングの交換を行った H 回オートトップコール RE オートトップコールは絞りの連動ピンが追加されレンズの開放化や大設定が不要となった TTL 連動機構等の関係上互換性が薄れてエクサクタマウントとは呼ばずに RE マウントと呼ぶように なった。レガントップコールは装着したフラッシュのガイドナンバーをセットレバーの石点にセットしておくと撮影距離に連動して自動的に絞りがセットされる。レガントップコール M は1973年トップコンスーパー DM 発売と同時に発売された。フラッシュの DN 値を合わせるだけで被写体の距離に応じた絞り値が設定される。RE トップコール N は1977年。 トップコン RE200 発売と同時に発売された RE オートトップ氷の新型。その他、ありがとうございます。